女性の患者数は男性の約3倍となっています。日本で甲状腺がんが増えている理由の一つに韓国と同じくが挙げられています。皆様こんにちは、銀座都クリニック院長の浜本です。本日は日本と韓国で急増甲状腺がんについてお話しさせていただきます。前半は甲状腺がんの初期症状とリスクについて、後半では日韓で増えている理由についてお話していきますので、ぜひ最後までご覧ください。またゼロがんチャンネルではがん医療に関して論文や私の臨床経験に基づいてゼロからわかりやすく解説していますので、ぜひチャンネル登録とベルマークを押して次の動画をお待ちください。まずは甲状腺についてお話しします。甲状腺は首の真ん中、喉ぼどけのすぐ下にあります。腸が羽を広げたような形をしていて、大きさは 4,5 センチありますが、厚さがとても薄く気管に張り付いているので外から見ても分かりませんし、触れても分かりません。病気で甲状腺が腫大したりしこりができると首が腫れたように見えるので周りに気づかれるようになります。ただ自分では意外と気づきません。甲状腺は甲状腺ホルモンを作る臓器です。甲状腺ホルモンは体全体の新陳代謝を促進する働きがあります。通常甲状腺ホルモンは多すぎたり少なすぎたりしないようバランスが保たれていますが、甲状腺の働きに異常が現れるとそのバランスが崩れてしまいます。甲状腺ホルモンが過剰に分泌されて新陳代謝が活発になる病気を甲状腺機能亢進症、別名バセドウ病と言います。甲状腺機能亢進症の症状は暑がり、汗をかきやすい、動悸など代謝が活発化したことによる身体的なものと、イライラするなど精神的なものがあります。また長期間にわたると目が飛び出してくるといった見た目の変化も起きます。逆に甲状腺ホルモンの分泌が低下すると寒がり、疲れやすい、脈がゆっくりになる、無気力など代謝が低下したことによる症状が出てきます。甲状腺がんの自覚症状で最も多く見られるのはしこりが触れるです。甲状腺がんになっても甲状腺ホルモンに異常が見られることはほとんどないので、甲状腺機能亢進症や機能低下症のような症状は見られません。進行すると甲状腺のそばにある気管や食道などにがんが広がり、声のかすれや喉の痛み、血痰、飲み込みにくさなどが出てくることがあります。甲状腺がんのリスクを上げる可能性があるのは1、海藻、2、放射線、3、女性ホルモンです。海藻には要素が多く含まれています。海藻が髪に良いという話は聞いたことがあるかもしれません。海藻に含まれる要素には髪の毛の成長を促す働きがあります。閉経後の女性が要素を取りすぎると甲状腺がんのリスクが上がるということが分かっています。ちなみに男性や閉経前の女性だとリスクは全く上がらないようです。放射線と甲状腺がんの関係を世界で初めに証明したのは広島、長崎の原爆でした。被爆から10年ほどで甲状腺がんが増え始めました。また年齢が若いほど被爆した放射線量が多い人ほど甲状腺がんの発生率が高いということが分かりました。1986年のチェルノブイリ原発事故では被爆後4年頃から小児の甲状腺がんが増え始め、当時の世界平均の100倍の甲状腺がんの発生率を記録しました。原爆や原発事故ほどではないですが、レントゲンや CT 検査による被爆でもわずかながらリスクは上がるようです。特に歯科用の CT 検査で若い女性ほどリスクが上がるという研究があります。女性ホルモンであるエストロゲンも甲状腺がんのリスクに関係すると考えられています。初潮から閉経までの期間が長い、つまりエストロゲンにさらされている期間が長いほど甲状腺がんのリスクが高まります。甲状腺がんの症状とリスクのまとめです。甲状腺がんではしこりが触れる以外の症状はほとんど見られません。かなり進行すると声のかすれや喉の痛み、飲み込みにくさなどが出てくることがあります。甲状腺がんのリスクは1、海藻類の取りすぎ、閉経後の女性でリスクが高くなります。2、放射線、小児や若い女性で影響があります。3、女性ホルモン、閉経が遅い人ほどリスクが上がります。女性ホルモンが関係しているからか甲状腺がんは女性に多く、女性の患者数は男性の約3倍となっています。甲状腺がんはアメリカやヨーロッパをはじめ世界中で増えていて、日本でもここ30年で患者数が3倍に増えました。増えているとは言っても他のがんに比べると患者数はまだ少なく、女性のがんの中で10位、男性ではかなり下の順位となっています。しかしお隣韓国では2009年から2014年まで全てのがんの中で甲状腺がんの患者数が1位だった時期がありました。2014年当時、人口が日本の半分以下である韓国で日本の2倍の数の甲状腺がん患者がいました。なぜこんなにも韓国で甲状腺がんが多いのか、答えは甲状腺がんの検査が普及したからです。
甲状腺がんは基本的に進行がかなりゆっくりで、ある程度の大きさまでいくと進行が止まってしまうことが多いです。特に大きさが1センチ以下で見つかった甲状腺がんの場合には大きくなる確率は 10% くらいなので、手術などの治療は行わず経過観察となります。1センチ以下の甲状腺がんであれば命に関わる可能性は低いと考えられています。海外のあるデータでは高齢者を死亡解剖すると3分の1に1センチ以下の甲状腺がんが見つかったという報告もあります。エコー検査が普及した現代は一生何も悪さをしなかった可能性がある甲状腺がんまでも見つけてしまうようになった過剰診断と言えます。実際韓国ではがんの早期発見早期治療を目標に1999年から甲状腺がん検査の大幅な補助が始まったことで検診を受ける人が増え、それに伴い甲状腺がんの患者数が増えたと考えられています。日本でも同じようなことが起きたことは記憶に新しいかもしれません。2011年の東日本大震災で福島第一原子力発電所の事故が起き、放射性物質が飛散しました。福島県が18歳以下の子どもたちの甲状腺を調べたところ、甲状腺がんが多数見つかりました。しかし10年にわたって調べ続けてみると、被災した年に見つかった件数が最も多く、その後減少し10年目に見つかった件数が最も少ないという結果でした。チェルノブイリ原発事故では被爆後4年目以降から徐々に甲状腺がんが増えてきたことを考えると、福島県での検査は隠れていた甲状腺がんを見つけてしまったのだと考えます。しかもその後の発見数の経過を見ると、原発事故で甲状腺がんが増えてはいないと思われます。話を戻します。検診によって甲状腺がんが急増した韓国では、発見されたがんの9割以上が小さな甲状腺がんで、大部分が放置していても生命予後に関係がなかったと考えられています。事態を重く見たマスコミが甲状腺がんの過剰診断について取り上げ、社会問題となりました。その後は甲状腺がん検診の受診者が減少し、今ではピーク時の半分にまで減ったそうです。それに伴い甲状腺がんの患者数も激減しています。日本で甲状腺がんが増えている理由の一つに、韓国と同じく過剰診断が挙げられています。通常がんは早期発見早期治療が常識となっていますが、甲状腺がんのように命に関わる可能性が低いがんには当てはまりません。ただ甲状腺がんがいかに経過の良いがんだとは言っても、診断されてしまった以上治療したくなるのが心情だと思います。しかし進行しない可能性が高いがんを手術してしまったばっかりに、首に大きな傷跡がついたり、手術の合併症で声がかすれたり、物が飲み込みにくくなることもあります。1センチ以下の甲状腺がんに対して手術せずに経過観察を行った日本のデータがあります。それによると、がんが増大するリスクやリンパ節転移が出現する可能性が低い、経過観察中に増大したり転移が出現したりした場合にすぐに手術を行えば甲状腺がんで死亡する人がいなかったとなっています。ですから慌てて合併症の危険のある手術を選択しなくても大丈夫です。最後のまとめです。早期の甲状腺がんは命に関わらないことが多く、もし見つけたとしても合併症のリスクがある手術ではなく経過観察で十分な場合があります。最後までご視聴ありがとうございました。ゼロがんチャンネルではこれからもがんについての情報をゼロから分かりやすく解説していきます。参考になったという方はチャンネル登録といいねボタンを押してください。ご家族やお友達でこの動画が必要な方がいらっしゃいましたら、ぜひ SNS などでシェアしてあげてください。また皆さんががんについて気になることや解説してほしいことがありましたら、ぜひコメント欄に書き込んでください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。